ニューーース行行っっててききままししたたのコナです先生どこ行ってきましたか今回は今回はですね、はい、2>, 2, 2つほどイベントがありましたの、ね、でちょっとその話をご紹介したいと思いますけれども、はい、まず1個目はマイクロソフト Windows11 のまあ、うん、なんでしょうラウンドテーブルというか取材をする機会がありましたということで、うん、ちょっとまあいろいろその年末商戦とかへ向けてですねはい いいろろあと春シーズンだな13月は皆さん結構そういう新入学新社会人で買ったりするっていうのもあってちょっとそういうパソコン系の動きどうなってますか的な話の説明がありましたということでその話をちょっとご紹介したいんですがここ数年、まあ、やっぱコロナの影響があってリモートワークとか、うん、学校もねオンライン授業になったりとかっていうのがあって、まあ、家庭内で結構そのパソコン いるよねみたいな感じ、うん、あとタブレット欲しいよねみたいな今までなんか1台でお父さんがちょっと夜なんか使うかもしんないけど昼間はお母さんが家計簿で使ってますみたいな感じだったのが「いや,いやちょっと俺これから会議なんだよ」みたいな話になってくるとやっぱり1人1台あった方がベターじゃんって話になってきてでまあかなりまあパソコンとタブレット重要はこの スネが伸びました特にこの3年間ぐらいは非常に伸びましたと、うん、中でもあのそうですねあの一つはモダン PC っていわれる、えー、タイプのモデルがですね大体まあ都市部郊外でも2割ぐらい増え全体の中で言うと、まあ、大体6割を占めるぐらいまで増えてきましたと、うん、いうふうになってきたとでまあそうなってきた背景ってやっぱりやっぱり新しい OS を使いたい。うん、で今まで、Windows、のなんか 例えば7とか使ってたんだけどもうさすがにまずいわなみたいな感じでまあ一応もうサポート打ち切られてますからねじゃあ11にしましょうとかまあいうことで Windows11 がまあ選ばれるんだけどまあ去年実は Windows11 が出て2021年に出ましたから、はいはい、で実は今年の9月にまあ大規模なアップデート今 Windows ってあの半年に1回ぐらいのタイミングで まあ大きいアップデートをしてますとだから今年の秋のアップデート2022年のアップデートなんで、まあえー、2022アップデートって言い方してますけどあのパソコンの中だと 22H2 っていう H2 ってのは要するに半期のハーフの意味から来るんですけども H2、うん、っていうのが出てますということになっていて、まあ、これは結構今回今年の9月10月ぐらいから順次アップデートがかかってるんですけどこれはあのこの前、えー、なんだっけ僕の僕の はい、僕らの書いできる Windows11 の話をちょっとご紹介しましたけれども、はいうん、え結構実は Windows 今回のアップデートはいろいろ変わってると例えばスタートメニューっていうのが今あの11になってから真ん中でこうニュって出るようになったんですけど、うん、これをどっちかに寄せたいとかいうことができたりとかあとエクスプローラーってこうファイルの表示する画面が実はタブ表示ができるようになったりとか。はい まあ,あとそうですねスナップレイアウトっていうまあウィンドウのこう表示の仕方ですけどこれのまあ強化をしたりとかあとアマゾンのアプリストアつまり Windows 上で Android のアプリが一部動くというのが追加されたりとかあとまあ動画エディターのクリップチャンプかえっていうのがまあえっとリリースされてまあこれも使えるようになりましたとか。 結構いろんなところは強化が,が図られてるというのが実情で、はい、まあこれがこういうふうになりましたって説明が一通り、まり、あ、説明があってこう世の中的にはこういうふうに受けてますよみたいな話があったんですけれどもうん、うん、あと、まあ、この年末と春小戦に向けてですねマイクロソフトさんはサーフェスここにあの前昔のねサーフェス3がありますけれどもサーフェスとか、まあ、あるいはあの各社のモダン PCNEC、まあ、さんとか富士通さんとか。 Dell とか HP とか a s u s さんとか各社のモダン PC の新しいモデルをちょっとラインナップでご紹介してそれもちょっと一通り見てきてお話を伺うことができましたと各社はそれの発売この年末から春商戦に向けてということでセールとかキャンペーンとかおやりになるんで。 まあそれもちょっとチェックしてねみたいなお話がありましたというのが今回の Windows のお話というところなんですけれども。あのところで、うん、モダン PC って何ですかモダン、PC、ね、えー、はいあの なんだろうスマートフォン的に言うと「はい、なんじゃそりゃ」みたいな話でよく分かんない話なんですけど <laughs>、はい、確かに最近あのパソコンの CM とか広告とかでよく見かけるし、はい、なんかもうこれから買うならモダン PC みたいなこと言われたりするんだけど「なんじゃそりゃ」って話で全然パソコンをかけてない人には全然分かんないんですけど、うん、まあ簡単に言うとですね、はい、高速なストレージだからまあ,まあハードディスクではなくて SSD、うん、要するに スマートフォンでみんな使っているような、まあ、メモリー素子に書き込みをするってことなんですけど、まあ、これを使ったりとか十分なパフォーマンスを得られる CPU とかを搭載して使うことができる<ー>ちょっとスリムで軽いノートパソコンなんかが<ー>まあそのモダン PC っていう言われ方をしてるんですけれども。 そういういのを選んでででもらえればまあ快適に仕事ができるでしょう、うん、まあ遊びも含めてできるでしょうみたいな話があってでこれから買うのはそのモダン PC って言われてるやつを買いましょうねっていうのが一つのまあテーマになってるんですけど一応マイクロソフトはモダン PC っていうそのなんつうのかなまあこれぐらいのスペック欲しいよねみたいなところを一つ提唱していて、うん。 まあそれになったものがまあ今店頭に並んでいるという格好です。うん、まあ仕事勉強エンターテインメントなんかを考えるとやっぱりパソコンはまあ快適に動くやつがあるといいよね、うん、別に最新でなくてもいいけどなんか快適なの欲しいよねみたいなところもあってまあそういうとこモダン PC っていう言葉を一応キーワードに皆さんお店とかで「あこれか」みたいな感じで見ていただけるといいかなっていうのがお話でございました。ちちなみにちょっっっとととだけ,ひとつだけ引っかかることを言っておくと、はい Windows 10まあ今11じゃん。うん、去年まあ11になったんだけど、うんうん、その前のその時代は何があったかつと、8.1とか8とかあったじゃないですか。んうんうん、でタッチで操作する8.1とかあったんですけど、これは実は来年サポートが収容します。だからもうもう買い替えてくださいっていうタイミング。だから o f f i も皆さんお使いだと思うんですけど、オフィス c の古いやつ2013とかも。 実は来年の春にサポートを終了しますだからまあそれも含めてちょっと新しいのにしていただけるといいのかしらっていうお話だそうでなんかか海外え言われてるみたいで嫌だみたいな気もするんですが <laughs> まあサポートされないレベルになっちゃったものを使うのはちょっとあんまりね,ねデータのことも扱いも含めて不安なのでやりましょうねっていうところとからあとまあその今回の,、えっと、そのモダン PC を一通り並んでいるよう見せていただくかでいうと出る n e c a s u s d y n a b o o k HP レノボ、えー、富士通としてマイクロソフトなんかが選べたんで、うん、あのが展示してあったんですけど結構ですねなんかキャンペーンもいろいろあって例えば、まあ、こ,れこれこそなと思ったんですけど、まあ、例えばあの少しお安くなるっていうのはもう当然クリスマス商戦とか年末商戦向けに出てくるんですがあのお値段がそこそこするんで分割手数料はメーカーで持ちますみたいな分割手数料無料キャンペーンがあったりとかなんか 対象商品を買って応募するとアマゾンギフトが1万円分もらえますとか結構いろいろやってるんでまあそういうのも含めてぜひ皆さんちょっとお店に行っていただいてチェックしてくださいっていうのがまあ今日の1個目のニュースと。で2個目ついもうあの先,週先々週発表で先週発売っていう形になったんですがシャオミーからですね「シャオミー 12t プロ」 というのが一応出ますと、うんうん、でソフトバンクから出ますとで一応キャリアとしてはソフトバンクさんが独占、うん、オープンマーケット版もえっとシャオミさんがあのミーストアミー,ミーコムで、えっと、シャオミさんの公式ストアの方で販売しますという格好なんですね。これは実は先にもグローバルで発表だけ先に中国とかグローバル向けには発表されていたモデルなんですが、うん、これに合わせてですね CM で 吉亮さんと杉咲花さんが出てくる CM をまた作ったそうなんですけどこれ何を今回アピールしてるかって実はねこのシャオミの 12T プロまたあのちゃんと番組でもやりますけどあの何がすごいかっていうとですね1個は2億万画素の,のイメージセンサーが載ってるのはすごいんですが今回のその CM に合わせてまあかなり強烈に推しそうなんですけど紙充電スマホ。 うん、としてなんか押すそうです神様の神みたいな,なんか神対応みたいなことよく言いますけどで充電はカタカナで充電って書くんですけど、うん、要するになんとですね、えー、120W のハイパーチャージ急速充電に対応していて 5000mAh の大容量バッテリーはなんと19分で100%まで充電できると神充電っていうのを、まあ、積極的にアピールしましょうということだそうなんですよまさにこれですよ、はい。

ねこれななかなか強烈だよ、ねうん、強烈今時ちょっとこ,こ,このデザインか <laughs> こういうこういうあれかと思ってちょっと驚いたんですけど、まあ、キャンペーンとかもあるそうですとね発売記念キャンペーンはです、ねえー、とソフトバンクで x i a o m i 1 2 t プロを購入し応募手続きを完了すると抽選結果に応じてペイペイポイント3万円相当 1>, 1万5000円相当8000円相当または5000円相当のいずれかが当たるというキャンペーンをやるそうで抽選期間は、えー、12月8日から2月、えー、6日まで,、うん、で購入期間は1月末まで。でえー 一応応募期間は、えー、と2月6日までなんですが1携帯番号につき1回まで応募できるそうですというところだそうでう、えーまあ、キャンペーンサイトに行って買った人は、ねはい、アクセスしていただいて、はいえー、当たると3万円当たると大きいよなみたいな感じで,、ねはい、でちなみにお値段が、ね、ソフトバンクさんで買うと、うん、ちょっと例によって例のことですね、うん、若干ちょっとお値段が少し乗り気になんです14万ぐらいでしたかな、はい、フラグシップなんで。 でも、シャオミさんのほうで売るオープンマーケット版、ちょっと実はストレージの容量が128で少し少ないんですけども、こちらは約11万ぐらい、10万9千いくらとかで買えますんで、こちらを選んでいただくのもありと、だからまあ14万のモデルを買って、3万円、ペイペイポイントは足んねえかなって思うのもありだし、いやいや、俺はもう堅実に行きますよって、10万9千円で、シャオミさんで買うのもありだと思いますけれども。 えこれ発売にもなっておりますんで、はい、あのでこの紙充電お姉さんがどっかにいないかお兄さんかもしれないけどぜひ、ねね、お前紙充電だなみたいな感じです、ね、<laughs> 俺の充電してくれみたいないやそれは充電できんわみたいな感じになると思うんでんで <laughs>、はいますのでぜひちょっとあの紙充電スマホだそうなのでこれからソフトバンクさんまだなんか正式に正式いうか具体的にどこ決まってないらしいんですけど紙充電シリーズにしたいって言ってましたへー。 だからまあそういう充電の強力な端末を次々と集めたいみたいな気持ちがあるそうなんでこの商品も楽しみですけれども次も出るかもしれないんでちょっとお楽しみにということでソフトバンクさんのユーザーの方もしくはソフトバンクに行く方はちょっと是非要チェックです、はい。はい